はい、アキラです。ハスクバーナのノルデン901に乗ってるんですけども、いや12月になってね、さすがに本格的に冬になりましたね。いや11月中とかはね、なんでこんなに暑いんだよっていう日があったりしてね、まあさすがに12月になるとやっぱり本格的に冬になるもんですね。まあ私、真冬でもね割とオートバイに乗る方なんで、寒くなってもいいんだけども、冬用のウェアはねなんかいっぱい持ってるんでね、もっと寒くなったらねいろいろ着ればいいかなっていう感じではいるんだけども、逆にね昼間あんまり暖かくなっちゃうとね、朝出かけるときね寒いから厚着していくと昼間ね暖かくなっちゃったりしてね、まあ11月中とかはそんな感じが多かったんだけども、本格的に寒いときはねずっとそのまま厚着でいけるから、まあ 楽っていうかなんちゅうかね、あんまり着るものに迷わなくて逆にいいんだけども、ちょっとね最近あんまり元気なくてね、オートバイで遠出がねあんまりしてないんだね。近場ばっかり乗っててねちょっとつまんないんでね、近いうちにまた冬場ではあるけどね、まあ、ツーリングをしたいなとは思ってるんだけども、ただやっぱり冬だとね積雪はなくてもね山の方行くと凍結しちゃったりしてるからね、まあ行き先が難しいんだけども、まあ伊豆の方とかはね割と伊豆とかね房総の方がね冬場にはちょっと行きやすいのかなって思うんだけどね、まあ伊豆でもね箱根の方とか通るとまあちょっとやばい感じはあるけども、うん、まあ沿岸沿いに行けば大丈夫なのかな。そういえばね房総の方ってね私あんまり行ったことないんでね、どういう名所があるのかっていうのがねあんまり知らないんだけどね、この間立山の方までは行ったけども、まあ普通にツーリングするところだとどういうところがあるのかね。まあ房総千葉の方だったら山の中でも大丈夫なのかな。まあ12月から1月にかけてね、まあ割と温暖なところを行きたいなと思ってるんだけども、まあおすすめとかあったらね教えてほしいんだけども、ということでね、一人だとねなかなか遠出しようっていう気にならなくて、今ね事前にねこうやってツーリングするぞって言っておくと、まあ決心がついていろいろ計画も立ててね行ってみようっていう気になるんですけども、まあ房総とか伊豆に限らずねおすすめのツーリングルートとかね、あと林道の情報とかね教えてくれると嬉しいです。まあとりあえず自分で計画して、まあ、近いうちに行ってみたいと思います。ということで今回は以上です。まあしょうもない雑談でしたね。ご視聴ありがとうございます。